ブランケットキャッツは、茂松清氏による短編小説集。レンタル猫を借りた家族の物語である。2003年3月から9月まで、朝日 .com に、掲載の後、2008年2月7日に、朝日新聞社より、単行本が刊行された。2011年2月4日には、朝日文庫より、文庫本が刊行された。7編からなる。 連作短編集で、使い慣れた毛布に包まれて貸し出される、レンタル猫、ブランケットキャットたちが、2泊3日の契約期間の中で、小宝に恵まれない夫婦、会社の金を着服した女、失業により、自宅を手放す家族など、様々な問題を抱えた人々に、小さな変化をもたらしていく様子を描く。2017年に、NHK 総合、ドラマ1二手、 テレビドラマ化された。2泊3日でも布とと共に、レンタルされる猫たち。様々な事情を抱えた人たちが、猫と関わることで自分を変えていく。7つの短編集。NHK 総合、ドラマ10枠にて2017年6月23日から8月4日まで放送された。全7話。 家具修前店を営みつつ亡き妻が残した7匹の猫の新たな飼い主を探すシーナ修介を主人公に引き取り希望者のもとへ3日間のトライアルとして貸し出される猫たちが人々の心境に変化を及ぼし猫との交流を通じて人々が自身を見詰め直し成長していく様子を描く再生物語自身も愛病家であり 猫の生態に詳しい絵頭道留が脚本を担当、再生のテーマの元主人公、椎名修介の職業を家具修理と設定し、猫を通じて出会う人たちの再生とともに妻を失った、主人公の再生の物語として描いている。主演は、西島秀俊で、トンビ。 流星ワゴンなどの重松清による原作であること、単純に猫と一緒の仕事をしてみたかったことを理由に、出演を即決したという。家具修理工のシ名ナ修介は亡き妻が残した7匹の猫の飼い主を探していた。しかし、その猫を引き取りに、彼の小さな工房にやってくるのは皆、わけありなくせ者ばかり。主要人物猫ゲスト、ありがとうございます。